流山橋流山橋は、千葉県流山市流山八丁目と埼玉県、三里市和瀬田一丁目の間に架か,かる江戸川の橋。埼玉県道、千葉県道二十九号草加流山線の一部を構成している。朝夕と非常に交通量が多くひどい渋滞になる。交通量の多い割には、千葉県と埼玉県にまたがる橋が少ないことと、三里市に大規模な、 ガラ,ラポート新三里などの商業施設ができたことにより、橋の利用者が増加したことが原因と思われている。また、橋の竣工から約半世紀経っており、老朽化が懸念されている。このため、都市軸道路の一部として、三里流山橋の架橋が計画され、流山市側では橋につながる道路の事業化に着手している。元は、当地近辺においては、 小舟での往来が主で、1631年9月22日には、幕府の許可を得て、葛飾軍丹後神殿の経営する、丹後の私が正式に設定されていた。1923年には、丹後の私は、流山町営となったが、当地において栄えていた周雲が衰退すると佳境の必要性が、対岸の北葛飾軍は稲田村と共に浮上し、 早稲田村長により1933年1月、非公式に東葛飾郡流山町に打診された。翌日、流山町が西岸書を作成し、東葛飾郡や木村、新川村、馬橋村、小金町、柏町の町員を受け、早稲田村に提出。同年2月、下強促新規制同盟が成立し、4月には、 埼玉県杉戸土木出張所による測量が開始する。そして、12月20日の千葉県議会で、満場一致で佳強を議決。翌1934年3月13日には、埼玉県議会でも議決し、1935年4月に、コンクリート製で、全長388メートル、福音5.5メートルの初代流山橋が、佳強された。 旧流山橋橋脚その後、20年以上初代、流山橋を使用していたが、川床の低下や橋の老朽化、車両大型化への対応、江戸川の堤防改修の関係から掛け替えが検討され、1960年6月に流山橋下協促新協議会、設立準備委員会が発足。同年7月に流山橋下協促新協議会が設立された。 そして1961年1月8日に掛け替えが着工され、1965年2月12日に2代目、流山橋が開通した。旧流山橋新流山橋だより流山橋1965年2月12日、土木学会附属土木図書館単語神殿を含めた、下佐国の江戸川右岸は、官営年間に、下佐国より武蔵国に編入された。 ABCD 広報流山、昭和40年2月12日第119号、流山橋1935年12月24日、土木学会附属土木図書館、盛大な渡り染め、流山橋の完成。毎日新聞、ピアニッシモ、も、長官千葉版。 h t t p w w w j c p r e s, s c o j p w p シ h p 2 7 6 5 4ありがとうございます。